皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は富士宮にあります清涼中学校の体験入学のお知らせをします。今年度の体験入学は2回目になります。日時は令和4年7月23日の土曜日、午前の部と午後の部に分かれていて、午前の部が10時から12時、午後の部が14時から16時、このようになっています。内容は体験授業、国語と理科の体験を行います。それから校長先生の特別講演、こちらは保護者向けのものになります。それから現役教員のパネルディスカッションがあります。個別相談、その他も行われる予定です。申し込みが必要で、この折り込みチラシ、こちらをお持ちの方はここにある QR コード、こちらから申し込むことができます。チラシのない方は清涼中学校の入試広報課の方にお問い合わせをしてください。今回は清涼中学校の体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。